須馬鹿第一章俗に伊豆様浦と呼ばれるその一帯の土地は松平伊豆の守の広い中屋敷と寛永寺の達中に挟まれてほぼ南北に長く伸びていた表通りにはわずかばかりの商店と花や赤桶を並べた寺茶屋があるほかは 昇華のつつましいインタクとか、囲いもか通い番頭などの静かな下田屋が多く、だが、五筋ある路地へ入ると、どの路地も左右の胸割長屋が軒を接していて、慣れないものにはうっかり通ることができないほど、いつもうすぐらく狭く、そして飛び回る子供たちでごたごたしていた。 個数は全部で四十七あるが、すっかり壊れて人の住めないところが十二個もあり、その他にも借り手のない空き棚が七個か八個あるので、実際の住人は二十七か八家族、合わせて百五十人から百七八十人を前後していた。安本昇が居城の友でその長屋へ行ったのは、 ウムイスバカと呼ばれる男を診察した時のことであった9月中旬の風の強い日で5箇所を改心した後だからもう日は暮れかかっていい路地の中は2滝の煙でいっぱいだった無論居城はもうなじみなのだろう尊敬を込めた挨拶や親しげに呼びかける声が強い風にあおられる炊事の煙の中で 右から左からとほとんど絶え話なしに聞こえた一度などは屋根の上から呼びかけたので穴井に立っていた左配の右兵衛が叱りつけた「そんなところからなんだ!」「安家だなこのバカ野郎」と右兵衛は怒鳴った屋根の上から先生に声をかけるという方があるか魔方をしていたってそれくらいの礼儀は知っているだろう。 降りてこい屋根が飛んじまうがいいかい屋根がどうしたとこの風だよ、右兵。と屋根の上の男が怒鳴り返した。怒っちゃいけねえよ、寒井さん。今の右兵ってのは、おめさんの名前じゃねえ。恐れ入った時の合いの手だからね。ええ、ふざけるな、この野郎。 上がってきてきみな、わかるから」と屋根の上の男がとなったこの屋根は半時もめえからバキバキいってるんだ俺がこうしておもしになっているからいいようなもんの俺がどいてみねえいっぺんにひんまこられてとんでっちまうから巨匠が笑っていった「やすけするとおめえは風のやむまでそこにそうやっているつもりか」 どうもしようがねえ。と屋根の上の男が言った。たなんがたまっているし、あの長屋を出るあてもねえんだから。まあ、わっちのことは心配しねえでおくんなせ、先生。呆きれた野郎だ。と右兵が言った。そんなことを言って屋根を踏み抜きでもすると承知しねえぞ。屋根の上の男が何か言い返したが。 右兵という言葉しか聞き取れなかった。右兵は下口をし、まだ狭い路地の中でふざけている子供や、軒下で魚を焼いている女房などに小言を言いながら、巨匠たちも十兵衛の住まいへ導いていった。十兵衛は四十一歳。おみきという妻に、乙女という七歳の女の子があり、 十兵衛は古くから小間物の行商をしていた。幕露町に森口屋といって、旅、桃引き、小間物などの卸屋がある。十兵衛はその店で勤め上げたが、二十一でお礼奉行の終わるちょっと前、女に騙されて、かなり多額な金を使い込んでしまった。それでのれんを分けてもらうこともできず、 10年近い方向を水の泡にしてその店を追われた店の主人の情けで縄付きにはならなかったがそれから56年の間は食を転々と変えそば屋の出前持ちをしている時におみきと知り合って目婦になった書体を持つと腹も決まり暴露町の店へ行って事情を話した森口屋の主人は承知をし60日斬りで 品物を貸してくれることになった。それから約15年、ュ中は言うまでもなく、しびき外まで、品物を担いで根気よく商売して歩いた。15年という年月、ただもう根気一つにしがみついて稼いだが、3人生まれた子の上2人が、1人は5つ、1人は4つで死に、おみきの産後が悪かったりという具合で、 未だにここの長屋から出ることができなかった。ところがつい七日ばかり前娘の乙女を連れて銭湯へ行ったところそこで急におかしくなってしまった乙女を裸にさせ一緒に流し場へ入ってゆくと乙女が足を滑らせて転んだその途端十兵衛は脇で体を洗っていた男を殴りつけた 男を殴りつけておいて娘を抱き起こしながら十兵衛は落ち着いた顔で乙女に言った「それ見ろお前転んだりするからよそのおじさんが心配するじゃねえか気をつけて歩きな」その様子があんまりおかしいので殴られた男は怒ることも忘れあっけに取られて眺めていたというそして銭湯から帰ると 一尺四方ばかりの板切れを探し出し勝手からメザルを持ってきて部屋の隅の鴨居のところへ板を渡しその上へメザルを伏せて座り込んだ何のことかおみきにはわからない「どうしたんですか?」と聞くとしーっと静止し声を潜めてささやいた「静かにしな千両のうぐいすだ」 ウイスですでとうとう手に入れたほら泣いているだろうあれが千両のさえずりだ十兵衛は鴨居の隅を見上げいかにもうれしそうにその鵜スの声に聞きほれながらおみきに向かってささやいたこれでやっと貧乏もおさらばだそれから今日まで十兵衛は稼ぎにも出ず 寝る時と食事をする以外は座ったままじっとメザルを眺め続けている時には夜中に起き上がって心配そうに耳を傾けすぐ安心したように一人うなずいてそのまま朝まで座っているなどということもあったおみきが稼ぎに行ってくれるように頼むと彼はけげんそうな顔をし「もうそんな必要はないこのウグイツが売れれば」 俺たちは一生安楽に暮らせるんだ、と繰り返すばかりであった以上のことは差配の右兵から聞いたのであるが十兵衛の住まいへ行き巨城が診察してみるとどこにも疾患と思えるところが見つからなかった巨城に促されて登るも見た登るは竹蔵に提灯用のろうそくを出させそれに火をつけて のをおめえさん方はわっちを気違いだと思っているんですね。と十兵衛は哀れむような口ぶりで言ったおきの毒だがそれは見当違いだあっしゃ生まれてこの方一度もお医者の世話になったことのない人間ですからねこんなことをなすってもまるっきり無駄ですよ。 その時戸外で「やーい泥棒」という子供たちの声がした三人か四人で林立てているらしい「長寿の盗ととか「長の野郎やっつけちまえ」などと叫びガタガタとドブ板を踏み鳴らす音が聞こえた「またやってやがる」上がりが町にいた右兵は舌打ちをしていった どうしてああ蝶馬からいじめるんだかしあわのねえガキどもだそしてロシへと出ていった診察を終わった登は巨城に向かってそっと頭を振った巨城は鴨居の方を見上げたすっかり暮れてしまったらしいし安んがすすけているため家の中は陰気に暗かった貧しい家具に仏壇 他には大きな角張った包み商品であろうが3つ積んであるだけのがらんとした部屋の一偶の鴨居に渡してある板とその板の上に伏せてあるメザルとがぼんやりと見えていた」「あそこに」と巨城は十兵衛に聞いた「あのメザルの中には何がいるんだ?」「と十兵衛は静止しそれから声を潜めて そんなバカな声を出しちゃ困りますよ何がいるかってお姉さんには見えないんすか俺には何も見えない目が悪いんだなそうは見えねえがと言って十兵衛は片手の指を立て頭をかしげながら巨状にささやいたそらあれです目が悪くても耳は聞こえるでしょう そらあれを聞いてください聞こえるでしょう巨城は黙っていた千両のさえずりですよと十兵衛は巨城にささやいたもうすぐ買い手がつくはずです巨城はまもなく立ち上がりまた来てみようとおみきにささやいてから土間へ降りたそこへ右兵衛が戻ってき 一緒に路地を出たが外はもう夜の景色で竹蔵は提灯に火を入れた「今はちの泥棒と騒いでいたようだが」と通りへ出たところで巨匠が聞いた「いつか見た五郎吉のところの子供かさようです」と右兵が答えた「どうもこの長屋に悪い女が来やがって」 いいろろ余計な口を聞くもんですから金し式のカカアやガキどもがその汁馬に乗りましてね弱い者いじめばかりしてしようがありませんよ。五郎吉のおかみさんはあれから達者か何しろあのくらいですから寝ているわけにもいかねえんだろうがまあどうやらやっているようです。と右幣は言った時に言った。 ジュベの様子はいかがでしょう。何とも言えないな。と言って巨城は吹きつける砂ぼこりから顔を背けた。時々この安本をよこすがもう少し様子を見てからでないとわからない。とにかくあれ以上ひどくなるような心配はないだろう。そして巨城たちは木戸に着いた。2> 第2章 養生所へ帰る途中昇が十兵衛の目を調べたのはなぜだと巨匠が聞いた昇は長崎にいた時蘭衣から教えられたのだと答えた頭の中に腫れ物ができたりすると似たような表情を起こすその時は目に光を当ててみると瞳に不規則な新鮮が認められるという それで調べてみたのだが十兵衛にはそれがなかったと言ったでは病気は何だと思う見当がつきませんと登は答えた体には全く異常がありませんし硬毒などの個室があるとも認められませんしことによると無意識の仮病ではないかと思います想像の診断は絶対にいけない いえ、想像ではなく暮らしの条件からそう考えたのです15年余り稼ぎ通していまだに生活が苦しい二人の子を亡くしていることやいつになったら楽な暮らしができるというあてもない年も四十一になっていることなどで現在の生活から抜け出ようという普段の願いが重なってきて自分では意識せずに頭の変調を起こした 千両のうぐいすなどという妄想がそれを表しているように思うと登るは言った居城は黙っていたがやがて暇があったら見に行ってやれとあっさり言っただけで登るの診断については何も意見を述べなかったそれから四五日して登るがその長屋へ行くつもりであるというと 巨城は例の金包みを渡してこれを右兵にやってくれと言いまた同じ長屋の井戸の脇に五郎吉という火を取りがいてみんな体が弱いからそこへも寄ってみてやるがいいと付け加えたそれから10月の初めまでに5回るは伊豆様裏のその長屋へ通った十兵衛は 長屋の人たちから「うぐいすばか」と呼ばれるようになり相変わらず座った霧で鴨居の目ざるを眺め暮らしていた五郎吉の家族ともこの間に馴染みになったのであるが次男の長寿を別にして五郎吉も女房のおふみも他の三人の子供たちも引っ込み思案で弱気らしくなかなか登るとも打ち解けなかった。 五郎吉はおふみより一つ年上の31長男の虎吉が8歳長女のおみよが6歳次女のおいちが4歳おみよまでが年後で長寿は7歳だった長寿は初めての時から昇に懐き昇の,の顔を見ると飛びついてきて帰るまでそばから離れなかった 2度目に訪ねた時のことだが長男は銀杏の実をざるにいっぱい拾ってきたところで登にそれをお見せ「この次に来たら先生にあげるよ」と内緒で言った「そんなにどうしたんだ伊豆様の屋敷だよ」と長寿は言った伊豆様の屋敷に大きなイチの木があるだろう風が吹くと実が塀の外へ落ちるんだ ずいぶんたくさんあるなあ。と言いながら長寿は勝手口の横の地面を掘ってその青臭い匂いのする身を埋めていった。みんな拾いに行くけれど俺に叶うやつはいやしねえ。明日もまた行くんだ。それからまた力んでいった。これいいねで売れるんだぜ。のぼるは戸惑ったような顔をし。 ゆっくりと話をそらした土に埋めてどうするんだこうやって67日置くとね上のこの臭い皮が腐ってむけちゃうんだそうしたら中から身を出して洗って干すんだよその時一人の女が通りかかって露骨な色目を使いながらのるに会釈し,した年は28区だろう越えて肩幅が広く 胴がくびれておらず、広い肩幅がそのまま大きな腰へ続いている頬骨の張り出た平べったい大きな顔にはいやらしいほど厚化粧がしてあり赤茶けた少ない髪でいった曲げも安油でビタビタ光っていた「安本先生っておっしゃるんですってね」と女はドキッとするほど太い しゃが私向こう長屋の端にいるお絹という者ですがこの頃頭痛が続いてどうしようもありませんのおついでの時一度来てみてくださらないでしょうかるは黙ってうなずきすぐに五郎吉の家へ入ってしまったその帰りに堺へ寄ると右兵の女房のおたつがあの女はいけません 首を「あった全くとんでもねえアマです」と右イもそばから言った「コツで年季いっぱい勤め上げたという古狐で知らねえもんだから棚も貸したんですがあいつのおかげで4月からこっち長屋うちにいざこざの耐えたことがねえあったく始末に追えねえアマです名は「起きぬ」と言うそうだな。 まったくと右兵が言った。上番みてえな格好してやがって、お絹もすさまじい。そのうちに浜の沙汰でも起こりゃしねえかと、こっちはビクビクもんですぜ。お絹の身辺は複雑であった。彼女は戦時で勤めているうち、深い馴染み客が三人できた。その一人と夫婦約束をしたのであるが、 年季が明けてもその男にはまだ書体を持つ力がないそこで留吉という客をうまくだまし彼の囲い物という形でこの長屋に家を持った留吉は池の旗七県町で畳屋をやっており年も五十二か三になるが珍しいほど人のいい上にこんな長屋に囲っておくということですっかり女に抑えられている 商売の方もあまり景気は良くないようだが女のわがままには逆らえずいろいろ苦面しては金や物を運んでいる女はそれをもう一人の夫と約束をした男に貢ぐのだが留吉は少しも勘付いていないというその片方の男は遊び人風で年も女より五つ六つ若くちんと手花を噛むところなどはなかなか 悪抜けがしていた「お絹はそれが大自慢でうちの人などと相長屋の人たちにのろけているがどこに住んでいるかも職業も名前さえも口にしたことがない」「うちの人が来るのは大抵昼のうちだがお絹は彼を見るとたちまち上の空のようになって趣向の支度に走り回ったあとは油でりの土曜中でも雨戸を閉めてしまう」 それでも静かにしているのならいいがほとんど野放しといった塩梅で陽気に振る舞うやわになっている根太が抜けるかと思うほどドシンバタンとひどい音を立てたり吠えたり泣きわめいたりするので大抵明けすけなことに慣れている隣近所の人たちも肝を抜かれわけのわからない子供などはしばしばおばさんが殺されるよと怯えた。 おまけにそのあとお絹はサバサバしたような顔で「あたしうちの人を怒らしちゃってひどい目にあわされちゃった泣いたの聞こえたかしら」などと言って周りのかみさん連中を腐らせるのであったそれだけではない彼女はこの長屋の男たちにもちょっかいを出した老若も好き嫌いの差別もなく好きさえあれば誘いかけるし 使いに行けば見知らぬ男をくわえてくるそしてその弱みをごまかすためだろう長屋中を回っては人の陰口を聞いたそれも恐ろしく毒のある陰口で「あそこのおかみさんが誰それと寝ていた」とか「どこそこの誰かは臭い飯を食ったことがある」などという類いでその相手は 長屋口でも特に貧しい家とか気の弱い家族に限られており誰それは泥棒だという例が一番多かった「ここのところかかって五郎吉一家のことを悪く言ってるようです」と右兵が吐息をついていった「何しろ男出入りだけでも今に一層動あれやしねえかと思って気が気じゃねえ」 全く弱ったもんですそんな女ならどうして追い出さないのかとのぼるが聞いたすると女房は向こうへ立っていき右兵は何と言いようもない一種の身振りをした「そんな生優しい山じゃありません」と右兵は吐き出すように言った「それができるぐらいならとっくにやってますよ」 薄のような頑丈な体つきや油で光る赤毛の小さな曲げや真っ白に塗り立てた平べったい頬骨のとがった顔や露骨な流し目を思い出して昇は背中がゾクゾクするのを感じた「そういう女はいるものだ」あまりに悪の強い話を聞いてほとんど憎悪に襲われながら昇は自分をなだめるようにそう思った。 どこの長屋にも十兵衛と似たような頭のおかしい者が一人や二人はいるものだしまたお絹のように節だらで恥知らずで近所に揉め事を起こすような女もいるものだ当人の罪じゃない巨匠ならそう言うであろう年月は知らないが遊女などで年季を務め上げるうちには 人の想像も及ばないようなことを経験するだろう。生まれつきの性分によっては、豊かな境遇や勝手気ままな生活の中でも、起きぬに劣らず、立ちの悪い女がいる。起きぬ一人の罪ではない。貧困と無知と不自然な環境とがああいう性分を作り上げたのだ。そういうであろう巨匠の言葉が、現実に聞こえるように思い、 のぼるは力のない苦笑を浮かべた10月下旬のある日のぼるは居城の許しを得て麹町三番町の父母を訪ねた10日ほど前母が足を病んで寝ているという知らせがあった母の八重は四十六であるが三十前後から右足の痛風が持病になっていて 気候の変わりり目には痛みが起こり半月一月と寝るようなことがよくあった去年長崎から帰るとすぐ養生所へ入ってから約一年昇は頑固に家へは帰らなかったので三番町を訪ねるのはかなり気が重かったしかしいつまで頑張っているわけにもいかないし天野との話もあるため思い切って出かけたのであった 家へ着いたのは昼頃で父の良案は関係でかけて留守昇の知らない書生が玄関にいた母は寝ているというのでそのまま寝間へ行ってみると母親の枕元で若い娘が何か読んで聞かせていた昇はすぐにそれが天野正雄だと気づいて驚いたが正雄の方でも思いがけなかったのだろう 昇るの顔を見ると大きく目を見張り「あと言いたげに口を開いたが読んでいた合間本をそこへ置くなり顔を真っ赤にして逃げ出した「第三章」「昇は一時近くいただけで父の戻るのを待たずに三番町の家から帰った」「母はやはり持病の痛風であった」 が前には右足の膝頭だけだったのに今度は太ももから腰にかけて痛みが広がり立ち位も不自由になったそれを聞いて天野から身の回りの面倒を見ようと正雄が進んできたのだということであった正男が養生所へ訪ねてきた時昇はついに会わなかったので 少女時代の記憶しかないが姉のちぐさとは体つきも顔立ちも違っていた痩せ型で小柄だがいかにも健康そうであり動作は若い目近のようにすばしこくちょっとしゃくれた愛嬌のある顔には清らかな渓流の表に見られるような敏感で変化のある表情が絶えず現れたり 消えたたりした「姉妹でもこんなに違うことがあるんだな」「器量も抜きんでているし虚嘱もおっとりと優雅で色や香りの濃厚な花を連想させるチグサとはあまりに違っているしその上不思議なことに今の登にはチグサよりも正雄の方がはるかに好ましくむしろ強く引きつけられたことに」 自分で驚いた彼はそれが自分でも恥ずかしかったようで母がそれとなく縁組のことに触れた時「もう少し経ってから返事をします」と無愛想に答えただけですぐにまた養生所の話に戻った「あなたの様子でやっと安心しました」母は別れる時に言った昇の 熱心な話ぶりで彼が養生所へ入れられたのを今ではもう怒っていないということが分かったらしいさも安堵したと言いたげに母は弱々しく微笑しながら言った留守にあんなことがあってあなたの気性が心配でしたしちょうど新井出先生からのお話が出たものだからさぞ怒るだろうとは思ったけれどねそれは。 もう済んだことです養生所へ入ったことはかえってよかったと思っています」と登も笑いながら言ったそれから痛風には患部を温めるのもいいが両便の通じ特に排尿を規則正しくしなければならないことまた食事の取り方なども注意して登は別れを告げた 玄関まで送ってきた政オに彼は「母を頼みます」と言い政男は「どうぞまた見舞いに来てくれるように」と言って昇るの目をじっと見上げた外へ出て歩いていきながら昇るは幸福な気分に包まれているのを感じた玄関へ両手をついてこちらを見上げた時政男はその目をパチパチと大きく23度 瞬かせたすると彼女の顔一面がつゆを払った何かの花びらのようにみずみずしい世気を発するのが感じられた「あの目だな」と歩きながら彼はつぶやいたよく気の回る賢さと敏感な気性があの目にそのまま現れているちぐさはどうだそう思って彼は 恐ろしく決然と首を振ったぐさの印象はすっかり色あせたばかりでなく今の彼にはいささかの未練も残らずむしろ剣を催すくらいであった「これは俺が成長したことだろうか」と昇はまたつぶやいた「そうだ養生所で経験したことが多分いくらかでも俺を成長させたのだろう」 そうだ俺にとってはこの方が良かった各種各ような意味で人間生活の表裏を見てきたことに不幸や貧困や病苦の面でそこに現れる人間の裸な姿を現実に自分の目で見てきたのであるその経験から千草と正男との差を見分けるだけの 判断力を持つようになったのだだがまあそう生きまくなしばらくして登は巨匠の口まねでつぶやいた「正雄を認めた今の今にわかにそう生きまくことはないみっともないぞ」彼は自分の顔が赤くなるように思いそこで気を立て直すために残った時間を有効に使おうと決心した。 時刻はまだ午後二時ちょっと前であるのぼるは養生所へは帰らずにそのまま伊豆様裏へ回ったのぼるはまず十兵衛の様子を見ようと思ったのだが左輩の家の前を通ると右兵衛が飛び出してきて呼びかけた「今養生所へ使いをやろうとしていたところです」と右兵衛はうろたえた声で言った ひどいことになりました。すぐに行ってやってください。一家神中をやりましてね。公安さんが一応手当だけはしてくれたんですが。え、いや、そうじゃない。十兵衛じゃありません。十兵衛はちゃんとウグイスを睨んでます。え、コロキチのところです。なんでやったモ物か毒です。路地へ駆け込みながら、まだうろたえた声でうへいがい。 法安さんの話ではネズミ捕りの毒だろうということですが書いたものも臭いし家の中中恐ろしくにおってむせるようです第4章五郎吉の家族は殺素剤を飲んだのであった石見銀山近々かかのネズミ捕りといわれるもので夫婦はどうやら助かる模様だが末っ子の一は死に昇が行ってみた時は 部屋の中は硫黄と物の参拝したような周期が充満していてうっかりするとこっちがおう吐しそうになったごめんね蝶々は登るを認めるとすぐにひどくしゃがれた声で途切れ途切れに言ったごめんね先生蚊にしてくんなね 何を謝るんだのぼるは笑って見せながら言った何も悪いことなんかしてないじゃないか長次は喉を詰まらせて「銀ん。とかすかに言ったよく声が出ないらしいのぼるは少年の方へ耳を近づけた「銀んの実をあげると約束したのに嘘をついてしまった」と長次は言った 彼は忘れたのではない。ちゃんと覚えていたのだが、母ちゃんが引き割りを買うのに足りなかったので、ついみんな売ってしまったのだ。という意味のことを言った。妖せよ、蝶。と、のぼるは首を振り、できるだけ乱暴に言った。ぎんなんなんか好きじゃないし、俺はすっかり忘れていたくらいだ。 そんなことを気に病むなんて男らしくないぞ今度取ったらあげるねと長ョは言った今年じゃなければ来年玄満だよよし玄満だ2人は右手の小指を絡ませて振った長ョの指が火のように熱く けれども力のないのが登に感じられた「来年だぞ」と心の中で登は呼びかけた「そのためには生きなければならない」「頑張るんだぞチョウこんなことで死んじゃダメだぞ」登は調剤すべき薬品の名を書き使いに持たせて養生所へやった使いの者には訳を話して 今夜はこっちで泊まるかもしれないという伝言も頼んだ午後四時頃に六歳のおみよが死に日が暮れてから長男の虎吉が死んだ死ぬとすぐに他の者には分からないように注意して死体を左輩の家へ運んだ残った子供は長次だけになったが五郎吉や女房のおふみはこれらのことを知っているらしいのに どちらも何も言わなかった養生所から届いた薬を昇は自分で調合し煎じて飲ませた長寿は全く受け付けなかったし夫婦は黙って拒絶したみんながこんなに心配してくれているのがわからないのか昇はしまいに本気で怒鳴ったこんな迷惑をかけた上に みんなの心配を無にするつもりかそれでようやく五郎吉もおふみも与えられた薬を飲んだ日が暮れてから間もなく野原公安という医者が見舞いに来た四十みの肥えた男でそこにいる登るには構わず夫婦と長寿をざっと診察し渋い顔をしながら帰っていった間もなく サハイの右兵が「晩飯をあがってください」と迎えに来た昇も空腹になっていたので手伝いに来ている近所の女房たちに後を頼み右兵と一緒に彼の家へ行った麦飯に煮魚と味噌汁このものという食事であった右兵も一緒に食べながらその日の出来事を語った朝の 七時頃五郎吉は妻子を連れて千草寺へ参詣に行ってくると断り戸締まりをして出て行った別に変わった様子はなかったそもそも家族そろって浅草へ行くということが常にないことなので何か変わった様子があったとしても近所の人たちが気づかなかったのは当然であろう「浅草へ行くと言ったのは嘘で」 すぐに戻ってきたんですな。と右兵は言った。戻ってきたのもうちへへったのも見たものはありません。両隣の者も,も知らなかったんですが、その自分は井戸端がにぎやかで、うちにいる者は少ないもんですから、そのつもりになれば人の目につかずにうちへへるのもそう難しいことじゃありません。昼過ぎに 隣のオケイという女房が五郎吉の家で変なうめき声や子供の暴れるような物音を聞きつけそれから大騒ぎになったのであった「しかしどうして?」と登が箸を置きながら聞いた「急にそんな一家真珠などをする気になったんだろうわかりませんな」と右兵はあっさり答えた。 こういう暮らしをしている人間は死にたくなるような理由を山ほど背負ってますからな。全く白いもんです。ちょっとしたきっかけさえあればすぐにでも死にそうな人間がいくらもいますよ。のぼるは食事の礼を述べて立とうとしてふと思い出した。あの公安という医者はここへ寄らなかったろうか。寄りました。 と弓令は誰が払うかって確かめに来たんですが病人のことは何にも言わねえ弓令はこれこれいつ誰が払うかってね急場でしょうがねえから頼んだんだがさじ加減は下手くそだが銭勘定だけはうめえってこの辺りじゃ評判の一緒なんですそんなことはないいい手当だった とのぼるは言ったあれだけの処置を手早くやれるのは珍しい悪く言うのは間違いだよ登は外へ出た空は曇って肌寒い風が吹いていた長屋の多くは戸を閉め漏れてくる明かりもまばらで歩いていく土ぶ板の鳴る音が驚くほど高く響いた五郎吉の家の少し手前まで行った時 のぼるはぞっとしながら立ち止まった。向こうの方からまるで現実のものとは思えないようなひどくくぐもった不気味な声が聞こえてきたのであるそれは陰気な響きをもって地面の下の方から誰かに呼びかけているように聞こえた「どうしました?」と後ろで声がした登はほとんど飛び上がりそうになった それが右兵だということは分かっていながら飛び上がりそうになり全身が泡だったあああれですか右兵は向こうの声に気がついて笑いながら言ったあなた方はご存じないかもしれませんな行ってみましょう長屋の神ん連中ですよ右兵が歩き出し登るもついていった すると、井戸端に提灯を持った女たちが、六七人いて、二人ずつ代わるがはる、井戸の中へ向かって呼びかけるのであった。長坊や「ちょうぼうやいちょうぼうさんやーい!」。一言一言を長くひいて、「ちょうぼうやーい!」と、 いうふうに呼ぶのであるが平常とは違う物悲しげな訴えるような愛情を帯びた声でそれが井戸の中にこもった反響を起こすため目の前に見えていてさえも背筋が寒くなるような不気味さを感じた「長寿を呼び返しているんです」と右兵がささやいた。 井戸は地面の底へ続いてますからね死にかかっているものをああやって呼べばこっちへ帰ってくるって言うんですよ空には星一つ見えず暗い路地に風が吹いている風は強くはないが確かに冬の来たことを示すようにしみるほど冷たかった昇るは井戸の中に響く 女たちの嘆き訴えるような呼び声をややしばらく黙って聞いていた使いの伝言で来るかと思った居城は来ず登は11時頃まで五郎吉の家にいたがひと眠りするようにと言われ左配の家へ戻って寝床に入った枕が変わると寝にくい太刀でどうせ眠ればしないだろうと思ったが 正の姿を思い描きどういう機会に縁談を承知しようかなどと考えていると幸福感で体全体が温かく包まれるように思われいつかしらうとうとと眠り込んでしまった午前三時に昇は呼び起こされた「面倒でしょうがちょっと起きてください」と右兵が言った。 長次のやつが先生に会いたいと言って聞かないそうですのぼるは起きなぼった容体でも変わったのかわかりませんそいつは聞きませんがただぜひとも先生に会わせてくれと言って承知しないんだそうです何時ごろだ八つ半ですと右兵は寝巻きの襟をかき合わせた弥兵の女房がお迎えに来てますが 行ってくださいますかうん着替えよう登は立ち上がった待っていたのはヘイという縁日商人の女房で名はオケイ年は四十二三になっていた彼女は五郎吉一家と隣同士であり彼らの心中を発見したのもオケイでそれ以来ずっとつきっきりで世話をしている男まさりで向こう気が強く 幾人かの女房たちをテキパキと指図しながら子供たちの死体の始末から残っている五郎吉夫婦と長寿の面倒を見さらにゆちゃのことまでぬかりなくやってのけていたただ昇の並行したのは彼女が恐ろしく開けっぱなしでこれまでかつて聞いた試しのないほど乱暴な口を聞くことであったなんだいそのごしっつきは 五吉の寝床を偏せるとき向こうの端を持った女房の一人におけいは男のような声で怒鳴った「そんな腰つきじゃあ俺も満足にできやしねえもっとそのケツをあげなケツを」そのとき登は方が赤らむのを感じたものであるだが今ちょうちんで足元を照らしながら登を案内していくおけいは 人が変わったようにおとなしくしょんぼりとしていた「あの子は助かるでしょうね先生」とオケイは歩きながら聞いた「蝶は助かるでしょうか朝がこせれば助かると思う」はあ、とオケイは深いため息をついたひと言相談してくれればよかったのにおふみさんも水くさい。 どうしてこんなことをする気になったんだろう第5章おけいはふと立ち止まって前掛けで顔を押さえながら恨めしそうに登に訴えた「私とおふみさんは兄弟同様に付き合ってきたんですよ先生こっちもその日暮らしだから。 力になるなんて口はもったいことは言えやしないけれどもこれまではどんな些細なことでも打ち明け合い相談し合ってきたんです本当に一皿の塩一鉢のし油も分け合ってきたのにおけいはおえつを噛み殺すためにちょっと黙った兄弟より仲良くやってきたのに 生き死にという大事なことがどうして言えなかったんでしょう子供まで連れて死ぬほどのわけがあったのなら一言ぐらいこうだと言ってくれてもいいじゃありませんかのぼるは黙っていた彼はこういう人たちをよく見てきた貧しい人たちはお互い同士が頼りである幕府はもちろん世間の負荷も彼らのためには 何もししてくればしない貧しい者には貧しい者同じ長屋隣近所だけしか頼る者はないしかしその反面にはやはり強い者と弱い者の,の差があるし羨望や嫉妬や虚職や傲慢があったその上いつもギリギリの生活をしているためそれらは少しの抑制もなくむき出しに表されるのが 常であったいつもは人さちの塩を気楽に借りる中でも極めてつまらない理由例えばこっちへ向いて唾をしたとか朝の挨拶が気に入らなかったとか変につんとしていたなどという類のことでいっぺんに急敵のように憎み出すのである彼らがお互いに自分を捨てても助けようとする情の厚さは 生活に不自由のない人たちには理解ができないであろう。と同時に彼らの虚職や傲慢や自尊心や憎悪などの素朴なほどむき出しな表し方も理解することはできないに相違ない。人差ちの死をまで借り合い、兄弟以上に付き合っていながら死ななければならないという理由は話せない。貧窮しているための 相手に対する必要を超えた遠慮かそれともが明な理屈に合わない自尊心のためかいずれにせよ五郎吉夫婦には他人に話せない理由があったのだろうお慶が責めるのは当たっていないし当たっていないということはお慶自身も察しているに違いないと昇るは心の中で思ったねえ先生 とおいは歩き出しながら言った「お願いですから長簿だけは助けてください」「死んじまった三人はしようがないけれどせめて長簿だけは助けてやってください」「やってみよう」と登は答えた「私にできる限りのことはするよ」「五郎吉の家にはおいのほかに二人」 近所の女房が寝ずんをしていた。長次は目を大きく見開き、口を開いて短い急速な呼吸をしていた。仰向きに寝たまま時々頭を左右に振り、そして力なくうめいた。長次<寿>。枕元に座った昇るは暗闘を近寄せるように頼んで、 長治の顔を覗いた私だよ。どうした俺、泥棒したんだよ、先生。と、蝶地は、ぞっとするほど、しゃがれた声で言った。そのことを先生に言いたかったんだ。そんなことは後でいいよ。ダメだ、今言わなくちゃ。 今だよ。だから先生に来てもらったんだまるで大人の話すような調子であった俺島屋さんの裏の垣根をね先生聞いてるかい聞いてるよ長次島屋さんの裏の垣根をねひっぺかして持ってきちゃったんだ とじは言った「俺は悪かったんだ俺そのほかにも泥棒したことがあるものだから父ちゃんと母ちゃんが怒ってもうダメだ」って「俺のような泥棒をする子が出ちゃって近所で泥棒だ」って言われちゃえばもうおしまいだってそれでみんなで死ぬことになったんだ 水を飲まして「昇は女房たちを見たおけいが湯飲みを取ろうとし昇は「きれいなさらしを」と言った毒物を吐く時に喉をただれさせているしもうごくりと飲む力はないと思ったのだおけいが手ぬぐいをきれいに洗いその端に水を染み込ませて持ってきた。 のぼるは、その先端を小さく丸めて、蝶地の口へ入れてやった。吸ってごらん、とのぼるは言った。下でそっと吸うんだ。静かに、そう、静かに。だが、蝶地は激しくむせ、わずかばかり吸った水と一緒に、悪臭のあるものをおうとし、脱力した体をねじ曲げてもがいた。 悪いんだからね先生少し落ち着いてから長次はまた言った「父ちゃんや母ちゃんのこと勘弁だよ」ね勘弁だよ先生分かったね分かった昇は長次の手を握った「よく分かったから少し眠るんだ」 話をすると苦しくなるばかりだぞ。水が飲みたい。と長寿は言った。でもダメだ。後でだ。すぐだ。すぐ飲めるようになるよ。長寿は目をつむった。しかしまぶたは合わさらず、白目が見えていた。尾翼の脇に 紫色の斑点が現れ呼吸はさらに速く小刻みになった「先生」とおけいがぎょっとしたようにささやいた「この息は死ぬ時の息じゃありませんか私この息を知っていますよ先生そうでしょう死ぬ時の息でしょうどうにかしてください先生」 どうにかか。なならないんですか「そのまま死なしてやってくださいな」と向こうからおふみが言ったみんな飛び上がりそうになって振り向いたろき吉もおふみもこれまでひと言も口をきかず寝床の中で横になったきりほとんど身動きもしなかった それが今急に人間の声とは思えないようなカサカサにしゃがれた声で呼びかけたのである。振り返ってみるとおふみはじっと仰向きに寝ており目はつむったままであった。その子が泥をしたことは知ってました。とおふみはだるいような口ぶりでゆっくりと言った。 ホキヌさんに言われなくっても私はちゃんと知ってたんですしょうがなかったもの腸が悪いんじゃないどうにもしょうがなかったんだものお絹だってとおけいがすり寄っていったあの女が何か言ったのかいあの子を死なしてや とおふみは言ったそのままそーっとしなしてやってくださいあの子のためにもそれが一番なのよおふみさんおけいはのぞき込み意気込んで聞いたお前はっきり言っとくれあのすべてまが女房のことを何か言ったのかいえあいつが何か言ったのかいおふみさん おふみが顔をしかめたうちの人が島屋さんに呼ばれたのそうしたらお金さんが店にいて蝶のすることを見ていたって商人になるって言ったそうよあの色気違いがかいいいのよ悪いのはこっちだものお金さんに罪はないわ ちくしょうと言っておけいは身を起こしギラギラするような目で宙をにらんだ「盛りのついた院乱なメス犬みたいなあの畜生浜がそんな洒落たまねをしやがったのか」「故障だよおけいさん」とおふみが哀願するように言った「迷惑をかけてすまないけれど」 もう私た,たちのことはそっとしておいておくれ蝶のやつもそのまま知らしてやっておくれよ。蝶子は明け方に死んだ五六吉もおふみも眠っていたようだ女房たちは目顔で語り合いおけいが蝶子の死体を抱いて左灰の家へ運んでいた 死んだ兄弟の四人は、左配の家で床をし、みんなで死に装束をしてやってから、右兵の隣にある空き棚に移した。昇るはそれを後で知ったのだが、長治が運ばれていった時、彼は心の中でそっと言った。これで、兄弟が揃ったな。さあ、一緒に手をつないで仲良くおいで。 上がり花のすすけた障子がうっすらと明るくなった気温が下がって座っているひざ頭や足の指先に凍えそうな寒さを感じた昇はあんどんの火を消し火鉢に炭をついだ「先生」とおふみが言った「あの子は苦しみましたかいや るは火鉢から手を引いた。いや苦しみはしなかった楽に息を引き取ったよ苦しみませんでしたか死ぬ時はもう苦しくはないそうだと登は言った頭が死ぬ毒でやられるから見ている者には苦しそうだが当人はもう何にも感じてはいないということだ 長次は苦しそうなけぶりも見せなかったよ。おふみは夫の方を見た。しばらく見ていて、また仰向きになり、すまないが、水をもらいたいと、遠慮した口ぶりで言った。のぼるは先約の土瓶を取ったが、思い直して、冷たくなっている湯沸かしから、空になっている急須へ少し注ぎ、 おふみに持って行ってやった。気をつけて少しずつすするんだ。と、のぼるは注意を与えた。急須の口から直の方がいい。用心しないと喉にしみるよ。おふみは顔を鋭く歪めたが、むせはしなかった。ごろきちは軽い寝息を立て始めた。それは、 疲労し尽くしたというより精神も肉体も解放され安楽にのびのびと眠り込んでいる人の寝息のようであったおふみは静かにそちらを見長いこと夫の寝顔を見守っていた「こんな風に寝ているのは初めてですよ」とおふみはしゃがれたささやき声で言っ 一緒になってからそこそこ10年にもなるけれどこの人がこんなにいい気持ちそうに寝ているのは初めてですよ第6章どうしてあたしたちを死なしてくれなかったんでしょうしばらくしておふみがそう言い出したどうしてでしょう先生 とおふみは天井を見守ったまま言った「考えに考えたあげくそうするよりしようがないから親子一緒に死のうとしたんです」「その他にどうしようもなかったのになぜみんなはほっといてくれなかったんでしょう」「こんなふうに」と言って登はちょっと間を置いた。 こんふうに死ぬのはよくない持って生まれた寿命を自分で捨てるなどということは罪だことにこんな小さな子供まで道連れにするというのはねみんなが見殺しにできなかったのは当然のことだよおふみは口をつぐんだずいぶん長い間身動きもせずに黙っていたが やがて喉の,の加減をして軽く咳、き独り言のように細い声でポツリポツリと話し出した五六吉は深川おふみは板橋で生まれたどちらも家が貧しく五六吉は七つおふみはもう五つの時から子守に出された経験があった。 二人の親たちも同じような育ち方で、五郎吉の父は母亭振りの魚屋であり、おふみの父はクズ屋や人足や手伝いなどを転々していた。五郎吉は十二の年から薬種問屋に奉公に行ったが、十七の時、蔵で荷箱を下ろしていると、それが崩れてきてひどく頭を打った。当座は何でもなかったが、 半年ほどすると、思いがけないときに、一種の発作が起こるようになった。突然、意識がくらんできて、物事の判断ができなくなる。薬の箱をしまいに行って、棚の前に立った途端に、何をしなければならないか、何をするためにそこへ来たのか、全くわからなくなってしまう。荷を受け取るために、車を引いて出かけて、 途中でその発作が起こり車を引いたまま2日ものますくわずで市中を迷い歩いたこともあったおふみは浅草並木町の飯屋に奉公していた時五郎吉と知り合った彼は薬種問屋から暇を出されその時は蔵前で土産人足をしていた五郎吉が21 おふみが二十歳の時のことである知り合ってから間もなく二人は江戸を出奔して水戸へ行ったおふみが丘場所へ売られることになったので彼にその事情を話すと一緒に逃げようということになったのだ「私がそそのかしたようなものです」とおふみは言った水戸に3年いて その間に虎吉と長次が生まれたんですけれどとおふみは続けたうちのしとは気も弱いし持病もあるし知らない土地のことでどうにも暮らしてゆけなくなりとうとうまた江戸へ帰ってきてしまいましたああとおふみは思い出したように微笑した水戸を立ち退く前に 親子で大洗い様へ行きました弁当を持って半日親子でのんびり海を見てきましたが後にも先にもあんなに気持ちののんびりした楽しいことはありませんでしたよ生まれてから今日までええあの時がたった一度でした江戸へ帰ってからも いいことはなかった。この三年ばかりこっち五郎吉はあの発作こそ起こさないがだんだん秋っぽくなってきたもともと目端の利く方ではないし手についた食もないので何をやっても長続きがせず間におみよお市と口が増えたので彼女がどんなに内食で補っても来て食べることさえ 満寅吉はぼんやりした子で役に立たず女の子はまだ小さかったその中で長寿だけはよく気の回る性分で三つ四つの頃からない知恵を絞って母親をかばおうとしてきたほんの三つ四つの頃からなんですとても先生なんかにはお分かりにならないでしょう とおふみは言った「晩飯の時に食べるものが足りない」「あたしはいつもみんなが住んでから食べるようにしているんですけれど食べ物が足りないなと思う時に限って長寿も食べないんです」「お腹がすかないとか腹が痛いから」なんて言いましてね気をつけて。 見ていると少しでもあたしの口に入るように残しておこうとするんです。三つつ四の年で,ですよ、とおふみは繰り返しかわいい子だったとうっとりするようにつぶやいた。暮らしはいつもギリギリいっぱいでごろきちの稼げない日が三日も続くとたちまち粥もすすれなくなる。 冬でも奮闘の明かりがいだし、た滝の薪きに困ることなどしょっちゅうだった。長次はそれを知っていて、滝になりそうなものがあると拾ってくる。コッパ、板切れ、枯れ枝、米俵やむしろなどまで拾ってきた。中には不審場からくすねてきたような板や、よその木の枝を折ったと思えるものなどもしばしばあった。しかし、か 現実にその日のたきに困っているおふみには叱ることはおろかこんなことをしてはいけないということさえできなかったそして島屋のことが起こったのだ島屋というのは表通りにある雑貨商で殺吉も時々手伝い仕事を頼まれいくらかの銭をもらっていた大掃除とか家の飴板のアク洗いなどという類の 年に幾度と数えるほどしかないことだったがそれでさえ心待ちにする稼ぎのうちに入っていた島屋は店の奥に隠居所があり小さいけれども庭を囲って板塀が回してあるその塀の下半分横に山になっているところの木が古くなり釘も腐って取れたりしてガタガタに緩んでいた 長次はその三の板を外して持ってきた。幅は二寸、長さは折ったので、五寸から七寸くらい、薪の小束ができるくらいの量である。すると、そのあくる日、島屋から呼びに来られ、また仕事かと思いながら、五郎吉が行ってみた。仕事どころではない。店にはお絹がいて、長次が塀の板を剥がして持っていった。 見ていた私が証人だあの子は前から手癖が悪い泥棒根性のある子だなどとまくしたてた島屋の主人はやかましいことは言わずこれから気をつけてくれと注意しただけであった五郎吉は島屋から戻ると稼ぎにもてずぼんやりと座り込みやがて肘枕をして寝転んでしまったそれが 5日前ええもう6日になりますねとおふみは目つきで日を数えたその日の晩子供たちが寝ちゃってから初めてうちの人がその話をしました五郎吉は話しながら泣いたおふみは絶望した前にも近所の子供たちは長次のことをよく 泥棒などと囃し立てたけれども今度のことは全く違うお絹という者が見ていた証人でありよその塀の板を剥がしてきたのだ前から手癖が悪かったとか泥棒根性があるなどと人の前ではっきり言われたのであるその番とあくる日いっぱい私たちはよく話し合いました そして、相談が決まったので子供たちに言って聞かせましたが子供たちもその方がいいって言ってくれたんですおふみはうつろなほとんど無感動な口ぶりで言った「でも間違わないでください私たちはおきんさんに言われたことを恨んでそれで死ぬ気になったんじゃありません」 生きていてもしようがない生きているだけ苦労だということが分かったからなんです私たちは親の代から息をつく暇もないほどの貧乏暮らしをしてきました二人とも秋めくらで子供も人ために育てることはできない育てるどころか長寿には盗みを教えてきたようなもんなんです 親たちからあたしたち夫婦そしてこのまま行けば子供たちまで同じような苦労を背負わなければならないんですもうたくさんもうこれ以上は本当にたくさんですとおふみは弱々しくかぶりを振った子供たちは死んでくれました うちの人とあたしの2人なら邪魔をされずにいつどこででも死ねますからね子供たちが死んでくれて死んからほっとしましたおふみはそこでいぶかしげに言ったこんなこと言っては悪いかもしれませんがどうしてみんなはほっといてくれなかったんでしょう ほっといてくれれば親子一緒に死ねたのにどうして助けようとなんかしたんでしょうなぜで,でしょう先生昇はかろうじて答えた人間なら誰だってこうせずにはいられないだろうよおふみは笑った笑ったように昇は感じた それは聞き違いだったろう。単に息が喉をこすった音かもしれないだが登るには彼女が笑ったように思えた「生きて苦労するのは見ていられても死ぬことはほっておけないんでしょうか」おふみは枕の上でゆらゆらとかぶりを振った「もし」 私たちが助かったとしてそのあとはどうなるんでしょうこれまでのような苦労がいくらかでも軽くなるんでしょうかそういう望みが少しでもあったんでしょうか昇るは黙って神戸を垂れたこの問いに答えられるものがあるだろうか のは心の中で言ったこれは彼女だけの問いかけではない。この家族と同じような、切り抜ける当てのない貧困に追われ続けて、疲れ果てた人間全体の叫びであろう。これに対してごまかしのない答えがあるだろうか。彼らに少しでも人間らしい生活をさせる方法があるだろうか。 昇は爪が手のひらに食い込むほど強く両の拳を握りしめていた先生しばらくしておふみが言ったあの人たちが何かしているようですね昇は頭を上げた郊いで大きな物音と女たちのわめきたてる声が 朝の静かな路地いっぱいに騒がしく聞こえていた「あの人たちですよ」とおふみが言った「きっとおきんさんに何かしているんでしょう」「行って止めてあげてくださいな」「のぼるは立とうとしなかった」「お願いですから止めに行ってください」 とお文が熱心にせがんだ「お金さんの罪じゃありません私たちが悪かったんですからどうか先生言ってやってください」「第七章夜はすっかり明けたが濃い霧が降りていて二三軒先の見通しもつかなかった路地の左右では湖外で 煮炊きをする者が多くその火のそばには男たちか老婆の姿しか見えなかった赤く霧をぼかしている火のそばから男たちは登るに呼びかけ笑いながら向こうで聞こえる騒ぎの方へ肩をしゃくって見せた「カーカー連中の女慰みですへっと男の一人はい、 みんなこういうことになるのを待ってたんですからねああいう女はカカア連中にはあだがたきみてえなもんだうっちゃっときなせえ先生下手に止めようとでもすると引っかかれますそうらしいなのぼるは立ち止まった霧でわからないがお絹の家のあたりで家財でも投げ出しているらしい器物の壊れる音がし 女たちがもみ合いわめき合っていた中でも一番よく聞こえるのはおけいととうのおきぬの声であった「殴りやがったなウぬというのはおきぬの声である「人の頭へ手を当てやがったなこいつら」「け。これが人間の頭かこれが」というのはおけいの声で「てめえにあるのは腰だけだろう」 この腰で男をちょろまかしやがってこの口で人を殺しやがったこのランの人殺し穴こうしてくれるぞ。何が人殺しだいえとおキヌが怒鳴り返す殴り合う音と一緒だが張りのある勇ましい声だ泥棒だから泥棒だって言ったんだそれが何でて人殺しだい 泥棒なら船は男盗との男強盗のはっつけ尼だこ、こう、こ,うこう殴る音と同時におけいが叫ぶ出ていけてめえなんぞにいられちゃう長屋全体の鉢さらしだうせろ出てうせろ出ていけこの尼他の女房の声が聞こえた野宿くにまで色目なんぞ使いやがってちくしょう、かっちゃぶいてくれる はっちゃぶいてくれるこの色吉ゲーム死んじまえるはきびさぼ返して左杯の家へ行った半月の後五郎吉夫婦は長屋を去った4人の子の遺骨を持ってどこへ行くとも言わず世話になった礼回りをすると夫婦で寄り添うようにして立ち去ったということだ養生所の 印をついた届書と、差配や長屋の人たちの口書きとで、幸い町方の方は咎めなしに済んだが、それには一つの代償を払わなければならなかった。というのは、ある日、伊豆様裏を通りかかって、ふと十兵衛を見舞う気になり、差イの家へ寄ると、右兵は、 内職のことで十兵衛のところへ行ったというそれで路地へ入っていくと向こうから来た女が声をかけた見るとお絹なので驚いたが例の通り厚化粧をし小さな赤毛のまげから安油の匂いをプンプンさせながら彼女は満面に媚びをたたえて微笑みかけた「あら先生お久しぶり」 絹はなまめかしく言った「よくご精が出ますことね私もこのところまた頭痛が続いて困っているんですの一度ぜひうちへ来て」のぼるは聞き流して歩きだしたが毒のある毛虫にでも触ったように体じゅうがチクチクするほどのいやらしさと嫌悪感に襲われた十兵衛の家へ行くと右兵がいたので今 起きぬにあったことを告げまだここにいたのかと聞いたあいつには手を挙げやした右兵はうんざりしたように言った長屋を追い出すんなら五郎吉一家の心中子供4人の死んだことを町方へ訴えて出るってんでねあいつのことだからやりかねやせんや。 そんなことになりゃ長屋中の迷惑ですからねみんなにも因果を含めてとうとうそのままということになったんですいやもう全く大した女があったもんでさるは胸がムカついてきたその胸のムカつきから逃れるように十兵衛の様子を見ようと彼は言ったおみきは 茶の支度にかかり、十兵衛はいつものところに座ったまま、じっと鴨居を見上げていた。はじめの頃より肥えたらしく、肩など丸々としていたし、頬などもずっと肉づいていた。のぼるはそばへ行って座り、具合はどうだと言いかけたが、すぐ十兵衛にしっと静止された。十兵衛は鴨居の方へそっと。 と耳を傾けたそうして静かにそっちを指さしながら登るに向かってうなずいた「聞いてごらんなさいいい声でしょう」と十兵衛は楽しそうに言った「このうぐいすは千両を積んだって売れやしません」なんていい鳴き声でしょうかねあのさえずり 心が芯からスーッとするじゃありませんか。